例の燃える男だが、あんたはサヘラントロプスの格納庫で奴が機体の下敷きになったと言っていたな。ああ、台座の車輪に引かれた、うん、だが燃える男の遺体は確認できなかった。あの後すぐ調べに行ったが何の痕跡もなかった。あれは幻覚じゃない。分かってる、あんたを信じてる。するとすでに回収されていたか。だが俺が見た時はまだ何もかもそのままだった。スカルフェイスさえもな。あの状況で手を焼きそうな大男だけ処理を優先させる理由があるのか。あるいは自分で起き上がって立ち去ったか。引かれたんだぞ。引かれただけだ。十分じゃないのか。あまり考えたくはないが、それで死ぬのか。銃弾もロケット砲も効かない男が。常識では計り知れん。まさかとは思うが、今後も念のため目撃情報は集めておく。もし確かな情報があったら知らせてくれ。あればもちろんだ。だがない方がいい。ああ、ない方がいい。サイファーが PF に運ばせていたイエローケーキだ。あんたと会う前、サバンナを横断するトラックからボスが回収した。この中にメタリックアーキアが。そうだ、このアーキアはウラン235を代謝することで生命を維持する。そのためイエローケーキの中で保管する必要があるのだ。不純物に見えた有機物こそが本命だったとはな。もちろん急激な濃縮が起きないよう不活化はしてある。イーストのようなものだ。それでも少しずつ反応は進む。だから微量の高濃縮ウランが検出されたはずだ。ああ、確かに。それから同じトラックに積まれていた同鉱石には微量のウランが含まれていた。これが小麦粉だな。スカルフェイスは核兵器手作りキットを売りさばこうとしていたんだ。ウラン濃縮アーキアとそのマニュアル、ウラン入りの鉱物は自前で用意してもいいし、サイファーが供給することもできる。鉱石に含まれるわずかなウランでもメタリックアーキアによって兵器グレードまで濃縮させることができる。それを証明することこそが実験の最重要課題だったはずだ。そしてその爆発を止められることが。鉱石に含まれるウランの割合が低ければそれだけ監視の目も緩い。イーストの役割を果たすアーキアも必要となるのはごく少量。これも密輸は容易だろう。世界を核で飽和させる、その一歩というわけか。奴にとっては。だが私の本意ではなかった。ん？私がメタリックアーキアを見出したのは我が故郷を救うためだったのだ。人知れず核兵器を作るための道具がどうしてあんたの故郷を救うことになるんだ。一族が一度は追放された故郷に帰還して70年、我々は貧しさにあえぎながらも自らの土地によって生きようとしていた。だが広島に落とされた一発の核は我々の運命をも変えた。核が。第二次大戦の終結とともに米ソは核開発に狂奔、大量のウラン需要が発生した。そして不運なことに我々の故郷には多くのウラン鉱が眠っていたのだ。ビラガーナの政府は立て続けに鉱山を開発、多くのディネがそこで働いた。危険性など何も知らされずに、放射能汚染への対策はまるでなかった。鉱災はそのまま望みされた。雨が降れば残ったウランが流れ出し、晴れれば粉塵となって舞い上がる。土地も水も汚染された。我々は被爆し、多くの者が病に伏した。その痛みは今でも続いている。知らなかった。私は先祖から受け継いだかの土地を
何とかして再生したかった。だからウランを食べる微生物を見出した時は歓喜した。これを飼いならせば我々の土地からウランを取り除けると。成功したのか。いや、それを実現するには莫大な資金が必要だった。だが金にならんことに誰も援助はしてくれなかった。そこに現れたのがスカルフェイスだった。そうだ、私はあなたとあなたの部族を助けることができる。我々の志は同じだ。奴はそう言った。それは偽りだった。ヴィラガーナは汚染除去ではなく核兵器を作るための研究を敷いた。そればかりではない、奴は部族のみんなを人質に取った。保留地のウラン鉱山は今ようやく閉じられようとしている。他国で取れるウランが安値で手に入るようになってきたからだ。被害者が変わるだけだがな。だがウランは戦略物資だ。それを国外に依存すべきか否かは政治的な判断を伴う。そしてあの男はその判断に影響を及ぼせる立場にあった。あなたは言いなりになるほかなかった。汚染はウランだけではない。ネバダの核実験場から飛来した死の灰が我が土地に沈着している。我々はダウンウィンダーズでもあるのだ。本来の研究を完成させディネを救わなければ。覆い尽くすもの、スカルズの代表に住むその寄生虫こそが彼ら宿主に力を与えている。私の皮膚に住む子供たち、つまりある老人の遺体から分離した寄生虫を改良し、様々な能力を持つよう分化させたのだ。体内の色素を自在に顕在化させることで巧みに周囲へ溶け込む寄生虫。その体内に複数種のメタリックアーキアを宿すことで金属の酸化還元を操る寄生虫。彼ら覆い尽くすものを分離し人工的な培地に移植すればスカルズの能力を利用することもできるはずだ。ただし彼らは人にしか寄生できない。培地に移植しても時間が経てば死滅するだろう。もう一つ、覆い尽くすものの弱点は乾燥だ。人の皮膚に比べて体表からの水分蒸散が早い。彼らが霧を発生させるのはそれを和らげるためだ。体内の塩分を微粒子として放出させることでそれを核として水蒸気が凝結、霧となって現れる。だが霧すらできないほど大気の乾燥が続き、宿主からの水分供給も底をつくと危険だ。宿主ともども彼らの活動は停止してしまう。逆にまとまった水分に触れた時も彼らの動きは止まる。例えば雨、覆い尽くすものが水分の吸収に熱中し他の活動を一時停止するからだ。鬼よ、天候を味方につけよ。HEC の調べでだいぶ分かってきた。スカルフェイスは9年前南岸に飛ばされた。おかげで力は失ったが、サイファーからの監視も薄くなった。現地で自らの部隊を維持し、それを自分の意志で動かした。奴の配下の連中にはそれが
組織の計画なのかスカルフェイスの独断なのか区別はつかなかったはずだ。まあ自分が所属している部隊がサイファーだという意識もなかっただろう。スカルフェイスは南アで改めて寄生虫に目をつけた。そこで生態虫を知ったんだ。それであの計画を実行に移したんだろう。英語をこの世界から抹消する。人でも民族でもなく言葉を殺すことによって世界を支配から解き放つ。世界に寄生しているのは虫ではない、言葉だ。言葉が世界を、文明を生かしている。スカルフェイスは言っていたな。アメリカは多様な民族、決して混じり合うことはないと。その通り、アメリカ合衆国には何百とも言われる民族がひしめいている。だが多くはそれぞれのコロニーに固まり、他の民族との接点を持たない。土地、組織、交友関係、互いに関わり合わないように暮らしている。故にアメリカという国はメルティングポットではなくサラダボウルと例えられる。決して一つではないのだ。だがそれぞれの少数派が社会で生きていくためには接点となる言葉が必要だ。国は一つではなくとも、いや一つではないゆえに一つの言葉、共通語が必要となった。それが英語だ。多様な民族も英語で結びつくことができるという幻想はアメリカ覇権主義の措置ともなった。世界中から多様な民族を受け入れ世界の縮図となったアメリカは、それゆえに世界と自国の境界が曖昧になっていったのかもしれん。隣人がどのような異文化民族であろうと、英語によって共生関係を築くことができる。見知らぬ隣人と英語で結びつくことができるなら、他国とも同じはずだ。そんな錯覚が世界というサラダボウルも一つになれるという幻想を生んだのだろう。少し話疲れた。あとはここのスタッフに任せておけばよい。そろそろ休息と食事にさせてはもらえばいいか。うん？食事はしないんじゃなかったか？しなくても生命は維持できる。だが食という行為は栄養素のためだけに行うのではない。自然の恵みを享受し、自らも自然の一部であると再認識する。そうすることで自然への感謝の心も生まれるのだ。食事なしで生きていけるような不自然な存在が言うにこと書いて自然の一部とはな。まあいい、食いたいものはあるか。三つ星レストラン並みとはいかないが、大抵のものは用意できる。ではハンバーガーを。ハンバーガー？昨今では我々の暮らしもアメリカナイズされていてな。向こうにいた頃はよく食べたものだ。それが忘れられないと。ハンバーガーなんてアメリカ帝国と資本主義の象徴みたいなもんだろ。アメリカの傲慢に苦しめられてきたはずのあんたらがハンバーガー好きとは随分と皮肉だな。それを言われると痛いところだが、ハンバーガー自体に罪はない。あれ一つで穀物、肉、野菜といった自然の恵みをバランスよく摂取できる。食文化としては優れている。光合成で生きられる人間が栄養バランスもないだろう。あんた単にハンバーガーの味が好きなだけじゃないのか？それもある。ハンバーガーの味には
かなりうるさいぞ。ほう、いいだろう。俺もハンバーガーにはうるさいんだ。待ってろ楽しみにしておるぞ。